はい、ここからはですね、懐かしのカード。懐かしいなぁ、いたなぁ。ミロス、クラシッチか。ミロスクラシッチ。ミロシュクラシッチ。そう、クラシッチ。懐かしいねぇ。めちゃめちゃおもろない、これ。これもともと知ったきっかけはさ、本田圭佑がすごいブレイクしたよね。チェスカモスクワで。その時にチームメイトだったんですよ。で、クラシッチの方が早くチェスカを出て、ユベントスに移籍したんですよね。だからほんまもう大成功というか。で、移籍したはいいんですけど、もともとはそれなりに頑張って試合出てたんかな。右サイドでね。もう右サイドのスペシャリストなんで。ところが、アントニオ・コンテが来てからもう、一気でしたね。アントニオ・コンテの戦術が全く理解できんって、352かな。で、速攻放出されるっていう。めちゃくちゃ厳しいよね。多分放出されてからね、完全にもう、低迷しましたね。どこ行った？トルコがなんか行ったんかな？わからんけど。もう完全そっから完全に消えて、サッカー界から名前聞かなくなりましたね。いや、でも懐かしいな、コンテ。まあ、コンテ今もね、ちょっとやばいですけど。ねえ、その頃もクラシッチ全く理解できなかったっていう。でもね、その前はチェスカですから、ね、本田圭佑ともやってるし、その頃の本田圭佑かっこよかったね。まあ、今はね、もう本当になんかもうちょっと変なおじさんっていうか、モノモース系になっちゃったから。なんかこの前 WBC の解説もやろうかなとか言ってなかったっけ？それ言ってなかったんだよ。なんかもう迷走してるよね。大丈夫本当に。なんか指導者としてワールドカップで優勝するの無理やから。ぶっ飛んでるよね本当ね。いやー恐ろしい。はい。まあ、そのね、懐かしい時代もありながら、クラシッチちゃん。いやー、イベントスがあまりにも短命やったよね。ねえ、最初ちょこっと活躍した印象があったんやけど、442の右でね、コンテが来てしまってからはもう全てがもうなくなってしまって。まあ今はね、間違いなく現役引退してると思うんですけど、何してるんでしょうかね。